ビコンシャスパラダイス。皆さんこんばんは。毎週月曜日夜8時からはビコンシャスパラダイスのお時間です。本日も先週に引き続き秋トータルビューティースクール校長の秋先生とお電話をつないでおりますので、早速お呼びしたいと思います。秋先生こんばんは。こんばんは。こんばんは。聞こえますか？あ、聞こえます。バッチリです。はい。今ですね、大変なことになっております。こちらの、今、交通室からなんですけれども。はい。すっごい雷です。あ、そちらは雨なんですか？雨というか、急に降りましたね。なんか、わざわざ言ってるなと思ったら。もう雷すごいですね。先生、ま、先生誰と一緒ですか？誰と一緒ですか？今日は。今日は3人の方出演なんですけど。はい。あの先週と違うメンバーで。あ、先週の。はい。元カノ。はい。先生、今日はあれですか、オールウェーバーズはもう解散されたんですか？あ、そうですね、オールウェーバーズじゃなくて、この、はい、ワインディングちゃんと、あ、ワインディングの元カノですね。あとは、はい、あのちょっと後でお楽しみで。はい、先生、早速あのツイキャスの方で太鼓さんが先生、はい、ヤッホーと来てます。ヤッホー太鼓さん、今週もあの先生のフェイスブックを皆さん、私の彼見てね、ちょっと待もうぜひあの秋トータルビューティースクールの、はい、フェイスブックページからの方が面白いと思います。ずっとなんか彼の方がちょっと主張されてる感じですけどね。そんな感じで今日は放送に行きたいと思います。お願いします。はい、今日ね、あのね、ずっとこう、まあ、このままとつながらなかったんですけど、はい、あのひげと引っ張ってますけど、彼のね、あのテレビがね、オンラインスクールテレビが変わったので、あのテキストとか作業してました。はい。あ、先生、ちょっとあの音が割れてて、ちょっとわかんないなっていうコメントが来ました。音が割れてるって？聞こえますか？あ、はい。今、大丈夫です。大丈夫です。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。そうですよね、はい、先生、エブリィがリニューアルというか変わったんですよね。そうっていうか変えようかなって感じでまだ変わってないです。ああ、そうなんですか。あれ、私見た時ちょっとほら、私の実際の6月のスタートなのでね。ああ、はいはいはい、はい、そうです。はい、オンラインスクール、はい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 、なんか聞いて。あ、はい、聞きたいことがあります。先生、この、はい、あの私はこのエブリーにも入っているんですけど、このエブリー、はい、エブリーではこのこんな、はい、どんな悩みがちょっと解決できるのか教えていただきたいです。あ、新しいエブリーですか？はいはいはい、新しくなるのエブリーですか？はい。あ、はい、そうですね、新しくなるエブリーなんですけれども、一番の特徴は今まで見るだけと、あとはエブリープラスというので検索をさせていただいてたんですね。はい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 、なんですけれども、エブリープラスというのがなくなります。お、エブリープラスがなくなるんですね。ない。はい、やばかったって感じ。9月からは、はい、4
ユニットを、まあ、理解していただきたいな、調査に関していただきたいなっていうところもありまして、ユニットプラスの顔出しですね。はい。もっとないと、もっとないとっていうのと、はいはいはい。もっとっていう、もっと会員さんと、もっとライト会員さんっていうのがございます。はい、おー、はいはいはい。はい、はい、具体的にどんなことかと言いますと、はい、検索をさせていただくのも、してくれなくていいよって言った方だと、なかなかね、実際に身につかないので、はいはいはい、課題を提出していただいたりとかですね、提出が受けられたりとか、はい、あ、エブリィでこの課題が出されて、それを提出したりとか。はい、はい、はい、はい。定期テストがあります。テストですね。お、定期テストもあるんですね、エブリィには。はい。はいはいはい。なかなかね、人間自分たまにからね、ノルマが課せられないとやらないんですよ。確かにそうですね。ノルマがないと、そうですね。はい、はい、はいはい。もうなんか彼もそうだそうだって言ってます。定期的にこの、はい、はい、テストとかも、テストとかもあるんですよね。はい、テストもあります。うん。で、それで、ね、実技テストと、あと実技テストも、全部組み込むの、もっと会員さんと、あとは実技テストとか、実技課題テストだけのもっとライトの、という会員さんと、あとは、今までの1人で980円のコンサートですね。はいはいはい。はいはいはい、はい、私に、おすすめなのが、先生のおすすめは、はいはいはい、ライト会員さんです。ライト会員さんですか。はい、はいはい、ライト会員さんね、エブリィのモッドライト会員さんがおすすめなんですよね、先生。おお、はいはい。こちらのモッドライト会員さんは、はい、定期的にこのテストだったりとか課題が出されるということですよね。そうです。エブリィはご覧いただけますけど、実機の、課題提出だとか、提出テストはないというか、実技だけになります。ああ、実技だけになるんですね。で、今、こちらですよね、BOC 国家試験のお話をされていると思うんですけど、はい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 、エブリィ、オンラインスクールエブリィは、いろいろ国家試験、実技試験の対策からスタートしておりますけれども、実はですね、近々、まつげエクステ。おう、まつげエクステ。まつげパーマ。まつげパーマ。こちらの方も、はい、スタートいたします。こちらの方も、いるだけ会員さん、もっと会員さん、もっとライト会員さんと3種類に分かります。おお、あ、じゃあ、エブリィにはまつげエクステと、まつげカールの方も新しく入るっていうことなんですよね。そうです。おー、はいはいはい。そうですよね。松江区、このスクールの方も結構多いですよね。秋トータルビューティースクールでは。あ、そうですね。松江区って、やっぱり、近年では松江区って一番いいですね。自宅で練習するときも見れるのは、やっぱりいいですね。そうですね。あと、課題提出がありますので、はい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 。いいですね。このスクール、次のスクールの間がこう期間が空いてしまうと、どうしてもこうやらなかったりとかってなってしまうので、そうですよね、課題があると自分を追い込められるのでいいですね。はいはいはい。で、MNFOのホームページを見ていただきますと、はい、自分に適したコースっていうのが分かると思います。もちろん本部から通っていただいている方とかもいらっしゃるんですけど、ご予算があったりだとか、はいはい、何をしたいとか、普通はどんな感じで練習したらいいのかなっていうのが分かっていただけるというのかな。ぜひ NA4 ダッシュのホームページからエブリィを、はい、そうですね、見ていただくっていう方がいいですよね。
はいはい。あの今も国家試験前ですので、あの、はい、ブログもどんどんあの更新させていただいておりますし、あの参考にしていただけたらなというふうに思います。はい、先生、あのコメントの方に、かっちゃんさんがこんばんはと来ています。で、たいごさんが多分 Facebook ページ見ていただいていると思うんですけど、先生、はい、先生、ひげぼうぼうの人ゲストだ、顔がキリッとしてるって来てます。これは私の彼なんですよ。あ、あの Facebook ページ見ていただくと分かると思うんですけど、先生の彼だそうです。私、あの先生のフェイスブックページ見れないのですごい気になるんですけど、あのツイキャスでタイゴさんが、タイゴさんぜひあの実況中継お願いします。あと6日なんですね。そうですね、はい、あのポイントをあの受験生に向けてお話しさせていただけたらと思うんです。あの何したらいいのかなとか、あとはもう追い込みじゃないですか。今から新しいことを勉強するってなかなか難しいと思うので、あのまあポイントをお伝えさせていただいてもよろしいですか。はい、お願いします。はい、まず今もう加工問題をやっている方がほとんどだと思うんですね。あとはワークブックされたりとかしてると思います。はい、同じ問題ばっかり解いてると全部できたことになります。あ、でも、はいはいはい、本題になると出題の言い回しが違ったりとか、うん、もちろん何か解けてるとそこが出なかったりとかっていうこととかもあると思います。うん、でここで私も受講生に皆さんにあのこれをした方がいいよって言ってることがあるんですけども、正解を探すのではなくて、間違えているところの正解を自分で、なぜでも間違っているのか、ということをしていただきたいと思います。4択の中の正解って、一つしかもちろんないんですよね。はいはいはい。この中の、誤っているところを自分で探して、どこが間違っているのかを考えて、それをノートに書き出していただきたいと思います。あ、ノートに書き出すんですね。はいはい、はい、書き出すってすごく大変なことで、できればいいやと思うかもしれないんですけども、あの書くっていうことでもう自分で確認になりますよね。アウトプットされるので、あ、はいはいはい、正解を丸つけて終わりにしないで、それからどこが正解だったのかという、まあもちろん解説書なんかも出てるんですけど、あえて解説書を見ないで自分で教科書から探してみるとか、ね、ネットで探してみるとかっていうのはすごく大事なことかと思います。そしてその正解をあの丸つけるんじゃなくて、不正解を直すところをノートに書き出してみる、アウトプットしてみるっていうことで、あのいろんなもう応用が効くようになると思いますので、ぜひそれはしていただきたいというふうに思います。不正解のところをノートに書き写して、もう一度確認するっていう作業がとっても大事なんですね。そうですね。だから、うん、正解のノートにも不正解のパートを探すというあのアクションを起こす方がいいと思います。ああ、自分が不正解のところを探すということをした方がいいということですか。そうです、正解を正すんですよ。あ、不正解を正す、はいはい、正解はどこが正解かっていうのかというところを直すように書いているっていう作業をした方がいいと思います。あの、っていうのはですね、完全にあの4択から目指すということじゃなくて、本当の意味で三角式として脳に残るので、どんな結果で出されても気になるでも答えられると思うんですよ。それをあのしていただきたいというふうに思います。それからあの本当に国家試験終わってしまって、もう忘れてしまうってすごくもったいないことなんですよね。試験の中での勉強だけだと、まあ、これからあのサロンワークをしていくにあたり、すごくもったいないことだと思うので、あの自分が知識をついでに知ってることによって、あの何か役に立つことは必ずあると思います。国家関係法をしっかり、衛生したり、保険したり、あの物理科学したり、設備技能したりだと思います。あの私はとっても役に立っています。なのでぜひですね、
洋服の中でこうこれじゃないっていう感じで判明するのではなく身につけていただけたらなというふうに思います。ここでもっと差がつくと思うんですよね。そうですよね。4択でそれだけで答えだけ覚えてしまうと後になってもこれが応用できなかったりとかって結構多いですもんね。そうですそうです。教科書持ってらっしゃらないで過去問題しか解いてない方ってもうすごく多いんですよ。私、まあ、としては忘れないのかもしれないんですけども何をやってるか多分分かってらっしゃらないと思うのでぜひですね、エリーの中にも聞きたいことございますので、見るだけ書いてでも今からでも申し訳ないのでまとめの記事とかを読んでいただけたらというふうに思います。先生、教科書を持たないでも受ける方いらっしゃるんですか？いっぱいいますよ。いっぱいいますよ。持ってないとか教科書どっかにやっちゃったとか、はい、教科書全然開いてないとか、はい、これすごいです。すごいですね。はいはいはい、そうですそうです。なんかもう今室内にいるんですけど、うん、もう当たり前ですけどねもうピカピカってずっとしょうがないですよね。外そちらはもう雷なんですね。そうですね。もうなんかゴロ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 してますよ。沖縄は昨日か一昨日ぐらいがすごいお盆の最終日ぐらいがすごい雨が降ってたんですよ。はいはいはい。何ですか？あ、先生ですか？はい。先生、あともう少し9月1日が筆記試験でしたっけ？ 2 日でしたっけ？日曜日に、あ、じゃあ2日ですね、はい、9月2日の日曜日に筆記試験なのでそれまでには NA4-のこのエブリィからも筆記対策で見ることができるので皆さんやってほしいですね。最終追い込みで、はい、頑張っていただきたいというふうに思います。はい、はい、それからもちょっと9回のお申し込みとかもいただいておりますので、あ、もう終わり、はい、受験に向けて皆さん練習し始めております。あ、次回 の, この国家試験に向けてもお申し込みされている方も多いんですね。あ、もう今週スタートしてらっしゃる方もいらっしゃる。はい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 、はい、そうですね。次に向けて何も余裕を持った方がいいと思いますね。前もってのこの授業を受けていた方がそうですよね、安心ですよね。そんな心配ないと思います、その方が。うーん、はい、疲れますからね。慌てて睡眠を削って練習したりとかしますね。そうですよね。はい、私まだ、先生のこの2回目が終わったんですけどまだハサミ持つときはすごく緊張します。はい、落とさないようにとか。はい、そうですね。もぜひ彼のね、こういうヒゲとかもね、カットして先生、そこに置いてあるこのヒゲがボーボーの方のこの今日のゲストの方はこれは理容師さんの、ウィッグですか？本当ですか？決まりなく、決まりなくなるのね、えそれは美容師のあれですか、ウィッグですか、美容師さんの。あ、これですか、この今日のゲストの方の。はい、あ、そうですね。はい、先生、先週の放送を、はい、Facebook ページで、秋トータルビューティースクールの Facebook ページで見たんですけど、はい、先生がオールウェーバーズでこのギターを弾きながら踊ってるものはすごく面白かったです。も
もう皆さんあのツイキャスではなくてあのフェイスブックページからぜひ見てください。ちょっとね、あのお気に入りのポイントで阪神ダービーに行こうかなって、なんか阪神教室が目に入って、お金に行ってくるかなと思ってるんだよね。ちょっと気ができるじゃないですか。もう私ぜひ見たいんですけど、はい、フェイスブックページを。あの離婚で作れたりと阪神で行くってどうですか。リコンデスパラダイスのテーマソングを、はい、パラクビッチという、すごくないですか。できますかね、できますかね。あ、先生、先生、はい、あのフェイスブックページで見た方が雷の音が聞こえたって来てますね、はい、あ、そうなんですよね、本当にね、勘弁してほしい。先生のフェイスブックページからも雷の音聞こえるぐらい結構大きいんですね。先生、おへそ。こんなアポロをしちゃうわけって感じです。あの、手術させていただいて、その時は何分も発表ですよ。嵐を呼ぶビコンシャスパラダイスですかね。あ、なんか停電してるところもあるみたいですね。あ、そうなんですか。はい、なんか都内雷すごいらしいから停電してるところもあるみたいって来てます。いやだ、停電とかはしないし、暑いのやだ。停電、暑いのは私たちだけでいいんだよね。先生、じゃあ、 あの先生がいらっしゃった10月にあのぜひ三線でじゃあビコンシャスパラダイスのテーマソングを。もちろん先生があの歌ってください。もうそれも、はい、YouTube で流しましょう。じゃあその時はあのトライアングル係とお願いします。トライアングル。先生、残り3分になってしまいました。バンクじゃなくてなんだ。それもインタビューしたのじゃどっちか呼んで。もう何をやってるか後でちょっと確認してみたいと思います。先生、残り、先生残り2分50秒です。あ、もうぜひあの、はい、先ほども言ったんですけど、秋トータルビューティースクールのフェイスブックページから皆さん先生、秋先生見てみてください。はい、そうですね、あの、来週の一人がかりのバタン、あくたくて、あの、インスタグラムでですね、曇りの中をバタンで検索ですね。あ、ハッシュタグで検索を、はい、あくたくて、曇りの中をバタン、あ、じゃあもう、もうじゃあそちらで検索すればすぐバーッと出てくる感じなんですね。はい、ハッシュタグをつけていただけると思うんですけど。あ、そうですね、はい、ハッシュタグビコンシャスパラダイスで皆さんご検索ください。あ、そうですね、すぐにわかったんですけどね。先生、では来週もよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。また来週。はい、ありがとうございます。はい、本日の放送も秋トータルビューティースクール NA4-の校長秋先生の生電話出演と私ビコンシャス沖縄宜野湾店店長のイハがお届けしました。もしこのツイキャスでちょっと聞きにくいとかでしたら、秋トータルビューティースクールの Facebook ページからぜひ皆さん秋先生をご覧ください。ではまた来週お届けいたします。本日はありがとうございました。